島遺跡公園は山形県山形市島北2丁目3にある公園。園内には1966年に国の史跡に指定された島遺跡がある。山形市島地区にあり、1993年以降行われた島都地区各整理事業に伴い整備された。整備される前は水田地帯で島遺跡の遺跡範囲だった。園内には当初、 屋内型用事遊戯施設の建設が予定されていた。しかし、建設予定地から約1500年前の建物の柱とみられる木材が多数発見されたため、市川昭雄市長が市議会2011年12月定例会で施設建設を断念する意向を表明。代わりにトンネル上の滑り台や螺旋階段などを備えた大型複合遊具と小型滑り台や ブランコなどからなる幼児用遊具からなる遊具広場を整備している。園内には高さ15メートルのモニュメント、いぶきも存在する。AB、四跡島遺跡について、山形市役所、2017年6月11日閲覧、島遺跡公園、子連れ、子供の遊び場探しなら、子守部、2017年6月11日閲覧、島、PDF 山形市、 姉妹石山形市観光協会。2017年6月11日閲覧。山形市公園の遊戯施設建設断念1500年15。前の柱多数発見で。読売新聞山形版2011年12月1日。姉妹石公園に遊具広場が完成。読売新聞山形版2013年5月1日。姉妹石公園。山形への旅。 山形県観光物産協会。2017年6月11日へ閲覧。ありがとうございます。